前回の動画で北海道新幹線の並行在来線となる函館本線の山線長万部小樽間全線の廃止がほぼ確定したことをお話ししました。その後ニュースではご存知かと思われますが、3月26日に魚市町、小樽市、北海道の3者協議が開かれ、今後の人口減少の問題や鉄道の運行経費における国の支援制度がないこと、災害時における貨物の代替ルートとしての活用が見込めないことから、バス転換、つまり廃線を容認する姿勢を示しました。これをもって少なくても長万部小樽間全線の廃止が決定しました。ぐっちゃん町と長万部町が山線のバス転換時期を繰り上げたい理由については前回の動画でもお伝えしましたので、こちらでは説明いたしません。詳しい経緯についてはこちらの動画をご覧くださいませ。また前回のバス転換シミュレーション動画では2026年春に長万部与市間が廃止となり、残る与市小樽間は北海道中央バスに振り替輸送で対応するのではないかと予想しました。しかしその廃線時期の繰り上げに関して特に鉄道ファンからは斜め上を行く展開が起きそうです。4月27日に開かれた小樽市の定例会見で市長が JR の支援があれば廃線の前倒しの検討はあり得ると述べ、条件次第で両町の意見に賛同する考えを示しました。ちなみに JR の支援とは、鉄道路線廃止後 JR 北海道が各自治体に対して代替バスの初期費用や運行経費を援助する費用のことであり、いわゆる手切れ金と言われるものです。実際に今年1月に決まった根室線の富良野新得間の廃止の際には JR 北海道が沿線の各自治体に対してバス転換の初期費用と運行にかかる赤字など18年間の赤字補填を実施することを提案し、各自治体が同区間の廃止を容認した結果、並行在来線問題を抱えていた小樽市もバス転換に方向が傾いた模様です。なお小樽市長は3月31日の会見においても北海道新聞の記者からの質問に対し、仮に山線の廃線が1年早まるごとに JR 北海道は25億円の負担軽減につながり、同社の経営を結果的に助ける形になるため、同社から何らかの支援が得られるのであれば前倒しを検討する選択肢もあり得るとコメントしている。以上、1日でも早く山線を廃止にして JR 北海道からバスの運行費用などを受け取りたい狙いが明白となっています。さらに小樽市の意向に同調する長万部とぐっちゃんの両町からも再三にわたって1日でも早い山線のバス転換の実現についてコメントするなど、さらなる圧力をかけており、今後の JR 北海道の方針次第では新幹線が開業する2031年どころか2026年よりさらなる廃線時期の繰り上げが濃厚となりつつあります。一方で与市町は3月26日の3者協議で北海道に対してバスの迅速性を鉄道並みに確保すること、与市駅をバスターミナルのような交通拠点として整備すること、渋滞などを回避するべく道路網の整備に最大限努力いただくこと、以上3点を条件にやむを得ずバス転換を受け入れました。しかし与市町としては去年12月のブロック会議で新幹線が開業するまで函館本線の経営を続けることを JR 北海道から伝えられていたこと、さらにはバスターミナルの完成や札幌への高速バス路線、高校生の通学者向けの路線の開設、小樽環状線の最上トンネルなどといった新たな道路の整備などが2022年現在完了していないため、現時点では廃線時期の前倒しには反対すると思われます。しかし与市町から北海道に求めた要望も以後述べる理由によって不意にされる可能性が高いと思われます。その理由を私の見解も含めて解説してまいります。一つ目のバスターミナルの建設の件に関しては、与市駅に隣接しかつ日華ウイスキーの工場にも近い与市駅前十字街停留所も合わせてバス乗り場が6つもあり、仮に与市駅前にある2つの乗り場がバスターミナルの建設工事などで使えなくなっても残る4つの乗り場は引き続き使えます。このため鉄道廃止後の下記に工事すれば当期と違って利用者に不便を被る可能性は低く、バス転換前倒しができない理由にはなりません。
また2つ目に挙げたバスの迅速性を鉄道並みに確保する件ですが、北海道中央バスが国土交通省に対して両市と札幌を尻道道経由で結ぶ高速バス路線の開設申請を行えば最短3ヶ月後に運行を開始できるため、後ほど厳しい現実をお伝えしますが、両市小樽間のバス路線減便と石炭線末端区間のバス路線廃止で余剰になった社員の配置転換次第でバスターミナルの完成時期の前後に関係なくバス転換前倒しのお膳立ては整います。最後に挙げた新たな道路の整備についても、来るべき与市小樽間の沿線の人口減少を考慮すると、同区間を走行する自動車の台数が今後減少する可能性が高く、現在建設中の小樽環状線の最上トンネル以外は必要ないと思われます。また JR 北海道による山線の鉄道廃止届の提出についても、通常であれば廃止日の1年前までに国土交通大臣に届ける必要があります。仮に2026年4月に廃線とする場合は2025年3月までに届け出る必要があります。しかしこの後紹介します与市札幌間の直通バス路線の新設と、次回紹介します広域オンデマンドタクシーの導入次第で山線の廃止によって公衆の利便を阻害する可能性は皆無に近いと思われます。この場合、国土交通大臣から JR 北海道に対して廃止日の繰り上げが認められます。今回の場合、主に与市小樽間のバス路線を運行します北海道中央バスにおいて、2023年春に予定されています石炭線末端区間の路線廃止や、道内各所での減便の影響で人員に余裕が出るとみられるため、2023年春に山線をバス転換、つまり廃線とする可能性も出てまいりました。この場合、前回のシミュレーション動画のパターン1でもお伝えした JR 切符で北海道中央バスに乗車する形にはならず、早ければ2023年に路線図から山線が消えます。多くの鉄道ファンや与市町長の疑問も、あたかもオーバーキルのごとく堕落の底に突き落とされ、前例もない壮絶なバッドエンドを迎えるでしょう。さらには同区間から札幌への直通列車用途に使われている化け物高機能気動車ことキハ201系も、先日重要機器更新を振り越した編成もあるものの、山線の廃止によってお役御免となり廃車となる公算が高いでしょう。ということで、前置きは長かったですが、本日の本題、函館線与市小樽間廃止後のバス運行案についてです。与市小樽間の現況ですが、JR に加えて北海道中央バスやニセコバスも競合するように運行しています。言い換えると、 JR の廃止後は JR の利用客も路線バスなどで受け入れる必要があるということです。今回は北海道新幹線並行在来線対策協議会、いわゆるブロック会議と JR 北海道の統計資料をもとに、運行されるバス路線と利用者数、便数をそれぞれ予測しています。まず北海道中央バスの与市小樽間の利用者は2020年度のデータで2371人、対して年度が異なりますが JR の利用者は2018年度で約1799人であり、乗車率はともに3割程度と両社とも赤字運営が続いています。ここで一つお断りがあります。北海道中央バスの与市小樽間の利用者は2020年度のデータに対して、JR の同区間のデータはコロナ前の2018年度と年度が異なること、さらには JR についてはコロナ禍後の現在において、与市小樽間のみの毎年の利用者数は公表されていないため、これからお伝えする数値はあくまで参考値となりますが、ご了承くださいませ。しかしながら、コロナ禍による観光客減少やテレワークの推進の影響で、2021年度の JR 函館線山線の利用者は2018年度当時と比較して 44% も減少していることは事実であり、今回2018年度の与市小樽間の利用者数も同程度減少した値を現時点の JR の利用者と推計します。この場合999人となります。さらに鉄道が廃止になった場合、他路線の転換事例ではそのままバスに移行せず、タクシーや自転車、マイカーなど他の乗り物を利用する割合、これを一走率と言いますが、一走率についても考慮する必要があります。一方でバスに乗りたくても乗れない積み残し問題もあります。バスではなく鉄道の話になりますが、2022年現在、栃木県の日光線や宇都宮線では電車に乗りたい客は乗れないという公共交通としてあるまじき行為に陥っているほか、千葉県流山市を除いて沿線の人口減が進む東武野田線、東武アーバンパークラインでも、
2024年度以降、通勤型車両の両数を6両から5両に減車とすることで同様の問題が発生する懸念があります。これを考慮しますと、鉄道よりも収容数が少ないバスの場合、運行便数を少しでも多く見積もる必要があります。今回は余市町長からの希望により、バスの積み残しがないよう一層率を低めの2割で見積もりましたが、それでも鉄道廃止でバスに移行する利用者は799人、現時点のバスの利用者を足し合わせても3170人にとどまります。それに対し、現在運行しているバスの便数が上下合わせて121便もあり、仮に3170人が利用したとしても、乗車率は 44%、4列座席のうち窓側が埋まる程度の利用にとどまると推測されます。このような状態で増便を求めるのは無理があると思われます。極端な話ですが、バスの乗車率が全便定員いっぱい、つまり 100% の状態まで減便を実施すれば、現状よりも68便減の53便、つまり半数以下まで減便しても問題がない水準と言えます。しかし、半数以下まで減便すると乗客から苦情が来るのが目に見えていますので、今回はあえて余市と小樽または札幌を結ぶ合計のバスの便数をそのまま維持する前提で考えます。続いて、小樽や札幌方面の通勤通学需要が多い余市発の朝ラッシュの便数を考えます。こちらはブロック会議の参考資料のデータをもとに、最新の推計値のものに差し替えて紹介します。その結果、朝ラッシュは現状よりも毎時おおむね1本から2本程度減便できることが分かりました。しかし、これは札幌に向かう利用者も小樽に向かう利用者も同じバスに乗せた場合の計算式であり、今回は小樽方面と札幌方面は別ルートを走行することを想定しているため、札幌への通勤通学客が多い6時台と7時台に札幌行きの高速バスを別途増発しています。続いて、朝ラッシュ以外の余市発小樽発のバスに関しては、積み残しの可能性の有無を調べるべく独自の計算式を当て、その指標をもとに混雑しないかを予測しています。この値を定員供給指標と呼びます。ここで難しい式が登場しますが、数学は苦手な方は力を入れて見ないでください。ちなみに、転換元の輸送モードは JR のことを指し、転換先の輸送モードというのはバスのことを示します。その指標、つまり X の値が1以下であれば積み残しの可能性が低く、バスの輸送量に余裕があることがわかります。一方、1以上であれば増便が必要な状況であることがわかります。しかし、今回は積み残しの確率を限りなくゼロにすべく、あえて余裕を持って 0.5 以下になるように便数を調整しています。ということで、コースを紹介いたします。余市から小樽市内に向かうバス路線は2ルートです。桃色のルートは現在も頻発運行されています余市と小樽駅を結ぶ路線バスです。現在上下合わせて121便も運行されていますが、札幌へ向かう通勤通学客の多くが後ほどお伝えします後志道経由の高速バスに移行すると見込まれるため、現在の3分の2程度の74便に減便します。なお、塩屋から小樽駅の間は国道5号バイパスと旧道経由の2ルートありますが、今回は区別せずに紹介します。一方で、朝ラッシュは青色のルートの通り、小樽築港駅に向かうルートも別途運行するものと考えます。ブロック会議の資料では4本運行する前提で考えられていますが、少子高齢化に伴う学生の減少を考慮し、今回は7時台2本、8時台1本の合計3本と少なめに設定します。また、このバスは塩屋駅付近の集落を通過する唯一のバス路線となり、早朝時間帯以外に関しては、次回の動画で紹介しますオンデマンドタクシーの利用を想定しています。なお、塩屋駅を過ぎますと、小樽環状線の最上トンネルを通過します。最上トンネルは2026年の完成予定であり、それまでは S 字カーブが多い峠道を通過することになります。この路線の最大の特徴として、沿線に高校が多く点在し、余市町から小樽市内の各高校に通学する学生の通学需要に対応しています。この経路のバスが運行されることで、現在の JR 利用よりも所要時間が5分から10分程度短縮される見込みです。余市と小樽駅や小樽築港駅を結ぶバスの運行本数は以下の通り予想しました。ほぼ全時間帯で減便が行われていますが、これは札幌方面のバスと別経路になるためです。なお、小樽築港行きのバスは朝ラッシュのみの運転で、学生が帰宅する需要が多い夕方には小樽駅発の便数を増便して対処します。続いて、余市から札幌に直行します直通高速バスの紹介です。
町内に新幹線駅は設けられず、鉄路も断たれるなど馬場を引かされた形となった余市町は、 JR 北海道とのブロック会議の進捗次第で関係を悪化させて、停車本数が1日数本程度にとどまる懸念もある北海道新幹線新小樽駅が、町の外れにある小樽市よりもむしろ通勤通学需要が旺盛な大都市札幌と、ウイスキーやリンゴの生産地として有名な余市を最短経路で結ぶ直通の高速バスを充実させることが、余市町の衰退を抑制させる最善策と考えます。参考として、 JR は余市札幌間を60分から70分程度で結んでおり、今回のルートも同程度かそれ以上に速達化できることが最低条件となります。今回は北海道大学を経由します緑色ルートと、丸山を経由します橙色ルートの2ルートを設けました。まずは緑色のルートですが、こちらは札幌北インターチェンジで高速を降りて、すぐに地下鉄南北線と接続する北34条駅に着きます。北34条駅では地下鉄南北線に乗り換えることで通過の運賃250円を徴収されるものの、北34条駅から札幌駅までは8分、大通駅まで9分で結びます。この場合、余市から札幌駅までの合計の所要時間も乗り換え時間を含めて64分と、朝ラッシュ時の JR よりも7分も早く、鉄道が廃止になればむしろ利便性が向上する例と言っても過言ではないでしょう。さらにはバスの場合、札幌市内における交通集中や雪害に伴う道路渋滞が考えられます。実際、2022年2月に札幌周辺で幾度も発生した記録的豪雪においては、JR 北海道はもちろん、市内の道路の除雪スペースもほぼなくなり、道路の機能が麻痺することで渋滞を起こし、バスは運休に追い込まれました。一方で地下鉄は平常通りに運転していました。それを踏まえると、札幌市内の道路が渋滞している場合、高速道路を通行するバスと地下鉄を使えば渋滞による遅延を避けることができます。バスは北34条駅を出ますと、北海道大学の正門前を経由して札幌駅に向かいます。余市方面のバスは札幌駅前ターミナルに停車しますが、札幌方面のバスは東急百貨店前に停車します。東急百貨店や札幌駅までは徒歩4分の場所にあり、札幌駅では函館線や千歳線、札沼線や地下鉄東方線と乗り換えが可能です。なお、余市から札幌駅までのバスを乗り通した場合の所要時間は67分であり、現在の鉄道の最速の所要時間が61分ですので、それと同程度の所要時間で移動可能です。札幌駅前を出ますと、終点の中央バス札幌ターミナルに向かいます。札幌ターミナルは大通りに隣接した場所にあります。大通りにはオフィス街に加えて、毎年冬に開かれる札幌冬祭りの開催場所として知られる大通り公園や札幌テレビ塔もあり、ビジネス用途だけではなく観光用途にも積極的に利用されるものと思われます。最後に余談ですが、緑色ルートのうち札幌市内の区間は高速小樽号の北海道大学経由ルートと同じコースですので、このルートが実現する公算は高いと予想します。続いて橙色ルートですが、こちらの札幌市内の区間は高速岩内号や積丹号、ニセコ号などと同じルートですので、こちらも実現する公算が高いと予想します。橙色ルートは札幌西インターチェンジから先、観光庁やオフィス街、学校が多い地域を多く経由するため、通勤通学需要の他に通院での需要も見込まれます。ところで、橙色ルートにおいて直接宮の沢駅に隣接した宮の沢バスターミナルに停車させれば良いと思った方も多いのではないでしょうか。しかし、宮の沢ターミナルを経由する場合、経由しない場合と比較して、余市から北一条西四丁目停留所、いわゆる大通りまでの所要時間が5分程度増加し、バスの速達性を損なう可能性があるほか、宮の沢駅から地下鉄東西線に乗り換えたとしても大通りまでの所要時間で速達性が向上しないため見送っています。なお、地下鉄東西線宮の沢駅から西町北20丁目停留所までは 400m 離れており、徒歩5分で連絡します。ただし、先日の豪雪などで札幌市内の道路が麻痺した場合、宮の沢バスターミナルに臨時で乗り入れ、大通り新札幌方面は地下鉄に乗り換えていただく方法も考えられます。では、余市から大通りまで利用する場合、最も便利なルートはどちらになるのでしょうか。大通りには緑色ルートの中央バス札幌ターミナルと、橙色ルートの北一条西四丁目停留所、さらには地下鉄南北線大通り駅が隣接しています。
今回与市駅から大通り駅まで最も早いルートは緑色ルートプラス地下鉄ルートであり、所要時間は65分ということになります。一方で運賃面では緑色ルートや橙色ルートの方が地下鉄の運賃分だけ安く、札幌や大通りに向かう利用客は速さを選ぶか安さを選ぶか究極の選択をすることになるでしょう。ただしバスの運賃についても現在と異なり JR という競合相手がいなくなり寡占状態になるため、現在の運賃より2割値上げした額を記載しています。続いて運行本数の紹介ですが、与市発については早朝6時台から7時台前半にかけて札幌への通勤通学の需要が多く見込まれることから増便しています。また日中は所要時間が短い緑色ルート、いわゆる北海道大学経由の便を1時間ごとに運行して、観光需要やビジネス客、通学客の需要に応えます。一方で朝ラッシュは与市から札幌方面の便、夕ラッシュは札幌から与市に向かう便で、それぞれ橙色ルート、いわゆる丸山や時計台を経由する便を多数設定することで通勤通学客の需要に応えます。札幌発の最終は現在より1時間繰り下げて20時台とすることで、通勤や通学帰りの利用を促します。最後に札幌の道路事情と札幌駅の将来についてです。まず札幌の道路事情についてです。先ほどのルート紹介では黄色のコースを紹介しませんでしたが、それには理由があります。理由はまだ未完成の道路があるからです。実は札村自動車道と札幌駅前を結ぶ国道5号創成川通りの地下に片側2車線の自動車専用道路が建設される計画があり、2030年に完成予定です。地下道路が完成すれば、与市町の区間を除きほとんどの区間が信号がない道路を走行するため、先ほど説明した緑色ルートからさらに10分も所要時間が短縮され、与市札幌間がバスのみで57分で結ばれることになります。続いて札幌駅についてですが、2031年春に北海道新幹線が開業しますと、新幹線駅の直下には交通広場、いわゆるバスターミナルが設けられ、創成川通りとバスターミナルが直結するため、さらなる所要時間短縮も期待できます。さらにはバスターミナルと同じビルの3階には新幹線と在来線の開設が設けられることで、新幹線や新千歳空港からの乗り換えの利便性が向上し、全国からアクセスしやすくなるでしょう。最後に山線のバス転換時期や代替バスの経路、ダイヤなどはあくまでも筆者自身の予想であり、実際とは大幅に異なる可能性があることをお断りしておきます。次回は山線関連最終回、残る長万部与市間と朝ラッシュ時以外の塩谷駅周辺の代替交通についてお伝えします。チャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。それではさようなら。